分光器を使っているキルヒホフ・グスタフ・ロベルト・キルヒホフはプロイセン生まれの物理学者。電気回路におけるキルヒホフの法則、放射エネルギーについてのキルヒホフの法則、反応熱についてのキルヒホフの法則はどれも彼によってまとめられた法則である。グスタフ・キルヒホフは1824年、ケーニヒスベルクで生まれた。ケーニヒスベルクにある ケイニヒスベルク大学で学び、1850年にブレスラウ大学院外教授に就任した。学生時代にオームの法則を拡張した電気法則を提唱。1849年に電気回路におけるキルヒホフの法則としてまとめ上げた。この法則は電気工学において広く応用されている。1859年、国体放射におけるキルヒホフの放射法則を 発見した。ロベルト文前と共に文工学研究に取り組み、セシウムとルビジウムを発見した。フラウンホーファーが発見した太陽光スペクトルの暗線がナトリウムのスペクトルと同じ位置に見られることを明らかにし、文工学的方法により太陽の構成元素を同定できることを示した。この他音響学、男性論に関しても研究を行った。ありがとうございます。